どうも、ラモーンと申します。本日もよろしくお願いいたします。今回もリクエストをいただいた選手を作っていこうと思います。リクエストをいただいたのは、レッドスター、赤星憲広。今回は赤星選手を作っていこうと思います。で、能力は指定はなかったんですが、走力重視の選手にしてほしいということなので、過去のパワープロ、プロスピエース、で、プロスピの過去データを参考に考えました。その能力がこちらです。で、僕の記憶だったら、赤星さんはプロに入ってセンター以外は守ったことがないと思うんですよね。まあ、これが記憶違いだったら申し訳ないんですが。だから、レフトとライトの守備適性は、D か C にして、で、センターは A にしようかなと思います。で、特殊能力はこんな感じで。で、いろんなデータを見てたんですけど、あんまり積極走塁がついてなかったので、まあ、この辺は、つけないでおこうかなと今は思ってます。で、あと問題がですね、パワーが、最高上げても E の40までにしようと思ってるんですが、このパワーでホームランを打つのは結構難しそうなんで、試合後の経験点がいつもより厳しくなりそうな気はしています。ということで、早速作っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあ、やっていきます。で、これは後で変更します。名前。で、顔ですね。作ってきます。顔はこれでいきたいと思います。では、やっていきます。無理か？無理か。もう一点返してくれ。おい。すごい打たれてるな。早いか。いやー、でも、入らない。うわ、アウトくせ。危な。ちょっと。はい。あー、でも、ホームの棚、引き分けか。打つしかないな、俺は。ここ一番。ここ一番の力を発揮。フォアボールとか、やめてよ。わあ、無理やったー。せめて二塁。いやー、無理やろなー。勝たねえやろなー。どうでしょう。赤星さんといえばやっぱり、2003年の、さよなら、優勝を決めた、正式にはマジック1になって、その後優勝決まったわけなんですが、やっぱあの一打、あの一打の後ですかね、印象的なのは。星野さんと抱き合う、あのシーンがね、非常に印象に残ってて、なんかいいんですよね、あの星野さんの、抱く感じが。すごい好きで、よく覚えてます。もう一つ、印象的な、シーンというか、これは結構有名ですけど、赤星さんが、お客さんにブチギレるっていうヒーローインタビュー中に、マイクがね、入ってなくて、お客さんがもっと大きい声で喋れってやじってきて、入ってねえんだよこの野郎っていう。あの時の赤星さんは、怖いですね。怖っと思いましたもん。あんな温厚そうな人があんな風に怒るって。普段温厚そうな人が、怒る時の方が、やっぱ怖いですね。ぶち切れて走ってきたら、赤星さんからは絶対に逃げ切れないですからね。気をつけないと。赤星さんは32、3歳で引退することになるんですが、引退になるその理由が、首の怪我。守備の時に、ダイビングキャッチをして、首を痛めて、それが
きっかけとなって引退になるわけですが、まあやっぱり福本さんがよく言うヘッドスライディングとかダイビングキャッチは、こうやっぱりリスクが大きいですよね。負荷が強いんでしょうね。ダイビングキャッチとかヘッドスライディングは。そういったリスクがあるから福本さんはそうやって推奨しないんでしょうね。ヘッドスライディングとかダイビングキャッチを。まあその怪我さえなければもう少しやれた選手だったことは間違いないですね。さあドラフト、阪神にはいけると思います。よし、 OK、 じゃあ能力合わせていきます。はい、ということで赤星選手完成しました。まあ最初に目指していた能力に到達することはできました。対右は C で、で対左は B の71にしました。でパワーも F の30で止めておこうかなと。で、走力はまあ99にもできたんですが、まあ99っていうのもなんかね、ちょっとやりすぎた感が出てしまうので95に止めておきます。で、補給スローイング肩で、疲労回復はまあ C ぐらいに。で、守備適性も最初の言ってた通り、センターが A でレフトライトは C で、グランダーで言っていた特殊能力で、怪我しにくさはやっぱりまあ怪我をして引退したということもあって一つだけ下げておきます。で、選球眼は B で、積極盗塁、うん、できました。ということで今回の赤星選手これで終わりたいと思います。ご視聴いただいた方ありがとうございました。で、またリクエストもありがとうございました。もしよかったら高評価、チャンネル登録いただけると幸いです。次回もまた、リクエスト選手作ると思いますので、その時はよろしくお願いいたします。では、今回はこの辺で失礼します。さよなら。